ここにいたのでは、追い詰められるのは時間の問題か。やむを得ん。この島を出るぞ。小型艇を用意して。成り行きとはいえ、お前が夢見た空の旅ってやつに出発だな。腹くくれよ。舐めてもらっちゃ困るぜ。オイラの方こそいつでも空に出る準備はできてたんだからな。ねえカタリナ、あの二人って本当に仲がいいんだね。ああ、そのようだ。しかし無邪気にはしゃぐ B 君を見ていると、なんとも穏やかな気持ちになるよ。カタリナは前から好きだもんね。小動物とかモフモフしたものとか。ああ、あて、和んでいる場合ではなかったな。さあ行こう。船はこっちだ。いよいよだな。これからよろしくお願いしますね。君が目指しているというのは空の果てでいいんだな。空の果て、星の島イスタルシアか。星の民が住んでいるという伝説の島だ。険しい旅になるかもしれないぞ。わかってら、そんなの百も承知だぜ。な、そうか。であれば、まずは空域を分断している小流域を越えなくてはならない。そしてそれは私の目的にも合致する。このファータグランデ空域はエルステ帝国の勢力圏だからな。こんなに夜空が広いのに帝国は追ってくるのかな。きっと追ってくる。だが心配することはない。何せ空は無限だからな。ファータグランデ空域の外に出れば帝国ももう追っては来れないはずだ。なんであれ、とにかく長い旅になりそうだな。ああ、我ながら見切り発車だが、空の果てを目指す旅か。なんだかワクワクしてきたよ。あ、とはいえまずは旅の支度を整えようか。大きな町には気空団の世話をしてくれるよろず屋があるはずだ。ここからだと近いのはポートブリーズかバルツ公国ならきっとよろず屋があるだろう。これから新しい世界へと旅立つんですね、カタリナと B さんとあなたと。ううん、もしかしたらもっとたくさんの人と新しい出会いもあるかもな。何が待ち受けてるかなんて行ってみないとわかんねえけどよ。だから行こうぜ。ここが空の彼方へ至る旅の始まりだ。
みんな無事か？ルリアは？平気だよ。あなたは大丈夫ですか？何言ってんだよ。これくらいで立てなくなるほど野蛮なやつじゃないだろ。しかし、ナギがどうなったんだ？墜落したのか、オイラたち。面目ない。気空艇の操縦がまさかここまで難しいとは。おいおいおい、なんだこりゃ。ったくひでえことしやがるな。動力部が爆発したのか。うわ、牛骨も割れてやがる。これじゃあもうどう修理したってこいつは二度と空には出られねえぜ。なあ、あんたたちが乗ってきたのか。そうだが、君は？なんだ、あんたたち気空団なのか。でも人数を見る限り駆け出しってとこか。気空団か、いいかもな。オイラたちで気空団を旗揚げしちまうってのも。なあ、親父さんも星の島へ行く前は気空団を率いてたって言ってたぜ。はっ、やめとけやめとけ。気空艇を飛ばすには特別な技術が必要なんだぞ。仮にも気空団を名乗るってんなら、ソーダ種の一人でも仲間にしてから名乗るこったな。ソーダ種か。確かに空の旅を続けるのなら不可欠な人員だな。っていうか、何だったんだあいつ。言うだけ言ってどっか行きやがって。そうな。ともかく今は町を目指そう。そこで旅の支度を整えられるはずだ。風に流されてきたことを考えると、ここはポートブリーズ群島の首都、エインガナ島だろう。この群島は交易が盛んなんだ。町まで行けば手に入らないものはないだろうな。ねえねえカタリナ、お空の旅って何が必要なのかな。そうだな、まず私たちはとにもかくにも小流域を突破しなければならない。あ、知ってるそれ。なんだか怖いものがズバーンって空を区切ってるんだよね。その通りだ。小気の満ちる一帯、小流域が世界をいくつかの空域に分断している。ここポートブリーズ群島を含む空域はファータグランデ空域と呼ばれ、エルステ帝国の勢力圏でもある。私の講義をちゃんと聞いていたんだな、エライゾルリア。ねえねえトカゲさん、私褒められちゃいました。だからオイラはトカゲじゃねえっつの。それでその小流域を突破するには一体何が必要だってんだ。大きく分けて二つ、移動手段とクーズだ。移動手段とは主に気空艇のことだな。しかし素人の操縦では非常に危険だと身にしみて分かった。あんな不時着してちゃ命がいくつあっても足りないもんな。あ、だから私たちは気空艇の操縦を生業とするもの、ソーダ種を仲間にする必要がある。そして
その気空艇で進むべき航路を記したもの、それがクーズだ。それがあれば小流域を抜けられるの？むしろクーズなしで小流域に挑むのは自殺行為に等しい。一握りの化け物を除いてな。けどよ、クーズはバラバラになってて、各党の守護神みたいな大聖小獣が持ってるんだろ？そう言われているな。まあ要するに私たちは善と多難極まりないわけだ。あ、出やがったぜ魔物だ。長い道のりになるのは間違いねえが、まずは目の前の敵から片付けねえとな。油断するな。行くぞ。見切った。ウサギさん、おいでおいで。次は技を使ってきやがるぞ。早く倒しちまえ。見切った。お姉さん、何やってんの？あのモフモフなウサギをこの手にかけるのかと思うと。すまない、今後は君と同じ敵を狙うようにするよ。結構ダメージを受けたな。でもあとはこいつらを倒せば。さっき拾った回復薬を使おう。惜しんでいても得にならないぞ。このまま攻撃で一気に行くぞ。チェイク！お、素早い攻撃だな。やるじゃねえか。稀にダブルアタックとして連続で攻撃できる場合があるのさ。さあ、このまま街を目指しましょう。腹ごしらえもいいが、まずは装備を整えようか。武器を調達するにはと。はいはいはい、そういう時はよろずやシェロちゃんにお任せ。うわ、どこから出てきたんだこいつ。ふんふんふん、野暮なことは聞いちゃいけないですよ。ともかく武器の調達をお願いしようか。武器を手に入れるにはルピが必要だが、ここは私が出そう。気にするな、これが大人の余裕というやつさ。森の戦士フォレストレンジャーウェルダーだ。
うん、一通りの武器が手に入ったようだな。武器には基本的なものとして剣、短剣、槍、斧、杖、銃、格闘具などいろいろな種類がありまして、他にも扱いが難しいものとして弓、楽器、刀といった武器も含め全部で10種類ほどがありますよ。自分のジョブによって得意武器の種類が変わるから要注意です。やったぞ、召喚石も手に入っているな。これはバトルで聖召獣を呼ぶために必要なものだ。バトルの流れを大きく左右するぞ。武器も召喚石も装備しないと意味がないので、これまた要注意です。それじゃあ早速ここで装備していっちゃいましょう。では改めて。よっ、待ってました。勇猛なる森の戦士、フォレストレンジャーウェルダーだ。これからこの気空団の一員として尽力させてもらう。よろしく頼むぞ。決まった。さすがウェルダーさん、動きにキレがありますね。当然だ、朝昼晩と自主練習は欠かさないからな。なぜだ、なぜ何度も見ていると不思議とかっこよく見えてくるのか。みんなすっかりウェルダーの虜だな。ともかく頼もしい仲間が増えて何よりだ。空にはいろんな奴がいるからな、旅を続けてりゃ他にも仲間が増えることがあるだろうぜ。ああ、きっと彼らは貴重な戦力になってくれる。どんどん仲間を増やして賑やかな旅にしていこうじゃないか。これで一通り戦うための準備は整ったな。武器や召喚石は手に入れるだけじゃなくて装備しなくちゃいけないんだよね。私覚えたよ。そういや、気づけばさっきのちびっこ店長がいねえな。彼女のよろず屋は今後も幾度となくお世話になる店だ。またすぐに会うことになるだろうさ。さあ、ここからが旅の本番だ。気を引き締めていくぞ。仲介、飛空士の斡旋までよろずやシェロちゃんにお任せ。旅の準備ならよろずやによろーず。こんなちっちゃい子なのにお店を切り盛りしてるなんて偉いですね。ちっちっち
人を見かけで判断しちゃいけませんよ。こう見えて海戦山戦百戦錬磨の商人なんですから、甘く見てると痛い目見ちゃいますよ。頼もしいな。ところで店主、私たちは空を渡る手段が欲しいのだが。密航ですか？それなら今キャンペーンが。あ、いや違う、私たちはソーダ氏を仲間にしたくてここに来たんだ。ソーダ氏さんですか。残念ですけど出払ってる方がほとんどですね。忙しい時期なんで、腕のいい操舵士はどこでも引っ張りだこなんですよ。そうなんですか、どうしよう。なあ、操舵士ってんならあいつがいいんじゃないか。あいつってラカムのこと？確かに腕もいいし暇そうにしてたけど。ああ、だってあいつはもう気が変わってるかもしれないだろう。なあトカゲ、お前もそう思うよな。いや、オイラに聞かれても困るぜ。っていうかトカゲ言うな、噛むぞ。落ち着けビー君、怒っていても可愛いぞ。うせえ。それでそのラカムってやつはどこにいるんだよ。あいつはいつも町の外を一人でブラブラしてるよ。アンラド高原にある気空艇の近くだ。すぐに見つかるとは思うが、魔物も出る場所だ。用心しろよ。行ってみましょう。どんな人かまずは会ってみてからです。見えてこねえな。この草原に気空艇か。妙な話だな。妙って？だって私たちの乗ってきた気空艇だって今は草原に置いてあると思うけど。それは墜落しさせてしまったからな。気空艇というのは通常島の外縁や高所の桟橋に停泊するものなんだ。なんだかんだと考えるより行ってみるのが一番に決まってな。どんどん先に進もうぜ。さあ、先を急ごう。